今日のスポーツは素敵なゲストにお越しいただきました。バレーボール V2 リーグで連覇を果たしましたボレアス北海道のキャプテン佐々木弘明選手とチームの元気印後藤真澄選手です。お願いします。優勝おめでとうございます。連覇です連覇。そうなんです。たっぷりとお話を伺っていきます。まずは佐々木選手、はい、連覇ですけれども今のお気持ちいかがですか？そうですね、まあ、本当は最後のホームゲームで優勝を決めたいって気持ちもありましたけど、はい、早めに優勝することができて、はい、安心してる気持ちとともに入れ替え戦が控えているので、まあ、うかうかしてらんないなっていう気持ちはあります。勝ちすぎて早めに決まったということですからね、はい、その中でこう連覇ですから追われる立場、この辺りはいかがでした？そうですね、やっぱりうちのそのゲームの時は他のチームやっぱり全力で戦ってくるので、はい、やっぱり手がどこと戦っても手が弱かったですね。そうですか。そして後藤選手、はい、この連覇に関してはいかがですか？そうですね、去年ほどの喜びはないなっていう。あ、そうだったんですね。はい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 。去年は初優勝だったので、すごく本当に全員でなんかこう祭り騒ぎだったんですけど、はい、なんか今年はなんかスッと優勝して、やっぱりそのみんなが入れ替え戦に向けて、ベクトルが向いてるんだなっていう風なのは感じました。次を見据えてということなんですね、はい、ただそれにしても広岡さん、はい、このボレアスを中心に北海道のバレー熱がすごく上がってる感じがします。やっぱ札幌本拠地にしているサフィルバ北海道という、はい、こちらも V1 をね、この V リーグ目指しているチームがあって、そこと切磋琢磨してこれ北海道ダービーみたいな試合もやっぱり盛り上がるわけですよ。そうですね、これライバル、いいライバルがこう同じ北海道に存在しているっていうのは佐々木さんはどうですか？そうですね、やっぱり道内に2チームあるっていうのは、うん、やっぱ応援してくれる方も嬉しいでしょうし、うん、僕らからとしても近場に強いチームがいるっていうのは練習試合もできるわけで、うん、やっぱりバレーボールを道内で盛り上げるってなるのにサフィルバ北海道がいるっていうのはすごくいいことだと思います。やっぱりこうお互いのホームでこうお互いのサポファンたちもね、はい、絶対負けたくないっていう思いが伝わってくると思うんですけど、そのあたり後藤選手こうコートの中でも伝わるもんですか？そうですね、やっぱ絶対負けたくないですよね。負けたくないですか？やっぱり絶対負けたくない。選手がそれ一番負けたくないですよね。僕自身後輩もサフィルバーさんにいるっていうのもあって、はい、やっぱり負けたくないなっていう気持ちはすごく前面に出る相手ですね。やっぱりね、そうなんです。しかも絶対競るというすごい展開に今シーズンなってましたからね。そのサフィルバーも今シーズンこう入れ替え戦にいけるかどうかで今本当に瀬戸際にいるんで、そうですね、はい、こちらも応援したいですね。はい、さあそしてですね、先ほども話ありましたけど入れ替え戦です、はい、この歴史を振り返っていきますと19-20 シーズンで言いますとこちら中止になってしまいました。その翌年なんですがコロナで1ヶ月延期ありましたけれども、V1 の大分に対して1勝1敗だったんですが勝ち点の差で昇格を逃して、うん、その翌年は V2 優勝を引っ提げたんですが V1 の長野に対して1勝1敗、こちらは得失点差わずか25点、半歩ずつ上がってる感じがなんかするんですよね。はい、うん、で言いますとここで3度目の正直ということになって4月8日9日この2試合ということになりますね。いや私たちもこの経緯を本当に悔しい思いで見てきたんですけれども、佐々木選手やっぱり今度こそって思いありますよね。そうですね、もう、まあ、1回目は試合すらできなかったですけど、うん、はい、2回3回と 1-1 で負けてしまっているので、やっぱ僕らもやっぱ悔しい気持ちもありますし、ボレアス北海道が V1 に上がる姿をやっぱり応援してくれている方々は見たいと思うので、うん、もうそのためにあと少しの時間しかないですけど、うん、全力で頑張っていきます、はい、後藤選手いかがですか？そうですね、やっぱりスポーツ選手っていうのは、限られた時間の中で、僕らも全うしなきゃいけないものだと思ってるんですけど、やっぱり、僕は V2 リーグしかまだ経験したことがないので、V1 にぜひとも行きたいなっていうふうに、そう思ってる選手たくさんいると思うんですけど、みんなで頑張りたいなっていうふうに思ってます。そんな後藤選手、実は秘蔵 VTR があります。去年の入れ替え戦の映像なんですが、こちらご覧ください。ボレアスの最初の得点はミドルブロッカーの後藤真澄。さあここからバックアタック佐々木、決まった。さあ流れが来たボレアス。第1セットを先取したボレアス、しかし相手は格上 V1。 第2第3セットを奪われ後がなくなります。ここで後藤選手と同じミドルブロッカーの田代孝之選手が途中出場で大爆発。ボレアスはフルセットに持ち込み勝利を手にします。そして試合後にはこんなシーンがありました。シーズン通して初めて途中交代の形になって悔しかったし、でも
ったことはすごく嬉しい。去年だったら腐ってたのかもしれないけど、明日の俺も信じてほしい。明日はスタートでもう一回使ってほしい。第2戦、後藤選手は悔しい途中出場とはなりますが、ブロックでチームに貢献。佐々木選手は前日に続き2桁得点をマークします。しかしこの試合は敗れ、得点率の差で V1 昇格とはなりませんでした。いや、後藤選手いろいろ思い出す。すごい顔で2人見てましたよ。すごい顔で今見てるよ。はい、恥ずかしいな。はい、はい、なんかちょっと思い当たる映像はあったんですけど、全然違いましたね。直談判してましたね。直談判してましたね。すごくリアルな話をしてましたけれども、ただああいった思いがあふれて、うん、はい、そしてコーチに言ってたんですね。そうですね、うん、やっぱりその試合後に、エドとよく喋ることはあるんですけど、はい、あの日は本当に特別な気持ちで、うん、おそらく調子良かった、田代選手で行くんだろうなってのは理解しつつ、まあ、自分の気持ちを伝えた感じですね。あれは、いや、思いが溢れてましたね、石井さん。なんか自分を信じてくれっていう、ちょっと次にってきちゃいましたけれども、はい、でも昇格するためにはどうしたらいいんですか。もうすいません、もう どういきますか。そうですね、やっぱり補強、選手の補強をするのが一番。そういうことです。このメンバーです。びっくりした。もう GM びっくりしますよ。いや、そうですね、やっぱ今いるメンツでミリ回戦に臨まないといけないので、はい、ここから 1% でももう できる限りミスを減らすことであったり、はい、V1 相手にどう攻略していくかというのを考えて、それに準備することがもう大事だと思いますので、はい、まあ、これから飛躍的に強くなることは無理なので、うん、できる限りのことを精一杯やっていきます、はい、そしてそのボレアスなんですが、今週の土曜日日曜日にホーム旭川でシーズン最終戦を迎えます、うん、ここでみんなで盛り上げて家開戦ということになります。さあ、それではファンの皆さんにメッセージをいただきますが、後藤選手お願いします。はい、去年の昨シーズンはですね、はい、結構固定メンバーでシーズンを、戦い抜いたんですけども、今シーズンは本当に全員バレーということで、本当に出てない選手いないってぐらい、総力結集というか、はい、ふうに全員の力が一つになれば、おそらく V1 にはいけると僕ら思っているので、全力を出して頑張っていきたいと思います、はい、佐々木選手お願いします。はい、来週ホームゲームありますので、来週のことを信じてください。はい、よろしくお願いします。ということで、お二人に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。